約17万平方メートル約37億円の土地が無償譲渡と問題となった加計学園の進学部創設は安倍晋三の意向だった。加計疑惑で安倍首相の関与が発覚した。朝日新聞がスクープした。安倍の腹心の友が理事長を務める学校法人加計学園が国家戦略特区に獣医学部を新設する計画について、文部科学省が特区を担当する内閣府から官邸の最高レベルが言っている、総理のご意向だと聞いているなどと言われたとする記録を文書にしていたことが分かった。野党は首相の友人が利益を受けているなどと国会で追及しているが、首相は加計学園から私に相談があったことや圧力が働いたということは一切ないなどと答弁し、関与を強く否定している。朝日新聞が入手した一連の文書には10月4日といった具体的な日付や文科省や首相官邸の幹部の実名、加計学園という部隊名が記されたものもある。加計学園による獣医学部計画の経緯を知る文科省関係者は取材に対し、いずれも昨年9から10月に文科省が作ったことを認めた。また文書の内容は同省の一部の幹部らで共有されているという。ネットユーザーの反応、官邸の最高レベルが言っているは安倍内閣総理大臣を特定するものではないと、閣議決定をするんだろうな、まあそれ関与が忖度であれ無言の圧力であれ公然たる影響力であれあることなんぞ、ことの当初からはっきりしてたことで、へりくつこねて安倍が逃げてただけだろうが、まあとっくにアウトの案件にダメ押しのダメ押しのダメ押しの一撃が加わっただけ。どんな言い訳言い逃れをするかなんて大体想像がつくだろうがね、誰もが。さあ常々畏敬している日高見大先生にお伺いしますが、はっきりしてたのならどうして検察は動かないのですか？はっきりしてたのならどうして支持率は急降下しないのですか？はっきりしてたのならどうしてあなたはその証拠を新聞社にでも届けないのですかね？あ、そうか、あんたの脳内ではっきりしてたのか。えみ、それじゃどうしようもないよ。アシュラというネット上の一部のおかしな人たちの脳内だけで共有されているはっきりじゃ新聞社にも届けようがない。えみ、きたきた、待ってました。クソ安倍政権崩壊の音が聞こえてくる。総理のご意向うやうやしくかけたもんだ。何様なんだ。あまりも真っ黒で捕まらなかった。強姦記者も真っ黒で捕まらなかった。安倍さんが捕まったら奇跡ですね。ヒラリーも不正選挙で相当旗色が悪い。トランプのロシア疑惑は苦し紛れの一発かもしれない。いずれにしても安倍小泉の後ろ盾のハンドラーズももう自民党などにはかまってはいられないだろう。そうかな。私的には麻生太郎にすりつけそうな気がするけどな。だから麻生太郎はイタリアでこんなことを言ったのかな。でも板垣英検情報局だから怪しい情報だけど本当かねえ。で、なんか違法なの？え、総理大臣が何かやったの？んで辻元は？すげえ曖昧だな。じゃあ何で国会でろくな証拠のない森友やってんですかね。これ何の疑惑にもなってないだろ。市の方から土地安くして誘致してるんだろ。実際何か法律に引っかかるの？省庁って政府の配下機関だから言うこと聞くここかと思ってた。文章が全文わからないように MAD 加工してて笑った。また修正液領収書と同じ類か。有料記事で詳しい内容を見せずタイトルだけ拡散する朝日の汚い手法。スクープなら全部公開するはずやからなんか裏があるで。まあた朝日か。辻元がやばいんだろ？トックだろ。何が問題なのか誰も答えられない。なんでこんな見せ方するの？他の部分は見られたら困るの？有料記事だしな。全部見るには金払えか。さすが朝日。よくわからんだが。
これで何の犯罪になると思って騒いでるの？葬式出したくて必死だな、赤日。からはっきりしてたことで、へりくつこねて阿部が逃げてただけだろうが、まあ、とっくにアウト。の案件に、ダメ押しのダメ押しのダメ押しの一撃が加わっただけ。どんな言い訳、言い逃れをするかなんて、大体想像がつくだろうがね、誰もが。さあ、常々畏敬している日高見大先生にお伺いしますが、はっきりしてたのなら、どうして検察は動かないのですか？はっきりしてたのなら、どうして支持率は急降下しないのですか？はっきりしてたのなら、どうして、あなたは、その証拠を新聞社にでも届けないのですかね？あ、そうか。あんたの脳内ではっきりしてたのか。エミ。それじゃ、どうしようもないよ。アシュラというネット上の一部のおかしな人たちの脳内だけで共有されている。約17万平方メートル約37億円の土地が無償譲渡と問題となった加計学園の進学部創設は安倍晋三の意向だった。加計疑惑で安倍首相の関与が発覚した。朝日新聞がスクープした。安倍の腹心の友が理事長を務める学校法人加計学園が国家戦略特区に獣医学部を新設する計画について、文部科学省が特区を担当する内閣府から官邸の最高レベルが言っている総理のご意向だと聞いているなどと言われたとする記録を文書にしていたことが分かった。野党は首相の友人が利益を受けているなどと国会で追及しているが、首相は加計学園から私に相談があったことや圧力が働いたということは一切ないなどと答弁し、関与を強く否定している。朝日新聞が入手した一連の文書には、10月4日といった具体的な日付や、文科省や首相官邸の幹部の実名、加計学園という具体名が記されたものもある。加計学園による獣医学部計画の経緯を知る文科省関係者は、取材に対し、いずれも昨年9から10月に文科省が作ったことを認めた。また、文書の内容は、同省の一部の幹部らで共有されているという。ネットユーザーの反応。官邸の最高レベルが言っているは、安倍内閣総理大臣を特定するものではないと。閣議決定をするんだろうな。まあ、それ、関与が、忖度であれ、無言の圧力であれ、公然たる影響力であれ。あることなんぞ、ことの当初か、怪しい情報だけど、本当かねえ？で、なんか違法なの？え？総理大臣が何かやったの？んで辻元は？すげえ曖昧だな。じゃあ、何で、国会で、ろくな証拠のない森友やってんですかね？これ何の疑惑にもなってないだろう。市の方から土地安くして誘致してるんだろう。実際、何か法律に引っかかるの？省庁って政府の配下機関だから言うこと聞くここかと思ってた。文章が全文わからないように MAD 加工してて笑った。また修正液領収書と同じ類か。有料記事で詳しい内容を見せずタイトルだけ拡散する朝日の汚い手法。スクープなら全部公開するはずやからなんか裏があるで。まあた、まずはっきりじゃ新聞社にも届けようがない。エミ、来た来た。待ってました。クソ安倍政権崩壊の音が聞こえてくる。総理のご意向、うやうやしくかけたもんだ。何様なんだ。あまりも真っ黒で捕まらなかった。強姦記者も真っ黒で捕まらなかった。安倍さんが捕まったら奇跡ですね。ヒラリーも、不正選挙で相当旗色が悪い。トランプのロシア疑惑は苦し紛れの一発かもしれない。いずれにしても、安倍小泉の後ろ盾のハンドラーズも、もう自民党などには構ってはいられないだろう。そうかな？私的には、麻生太郎にすりつけそうな気がするけどな。だから、麻生太郎は、イタリアでこんなことを言ったのかな？でも、板垣、英検情報局だから、